ヨーゼフ・ブロイヤーは、オーストリアの生理学者、内科医、精神科医、ウィーン生まれ。ヨーゼフ・ブロイヤー、ブロイエルの表記もある。父は、ユダヤ教のラビ。母親は、彼が幼いうちに死去し、8歳まで母方の祖母によって育てられ、父から教育を受けた。ブロイヤーは、21歳の女性ヒステリー患者アンナ王に対する治療によって知られている。 彼女は衰弱、頭痛、視覚障害、感覚喪失、麻痺、意識の途絶、幻覚、言語障害などに苦しんでいた。ブロイヤーは彼女がそれらの症状について彼に話した後症状が軽減されるか消えていることに気がついた。アンナはこのことを談話療法と呼び、ユーモアを交えて煙突掃除とも呼んだ。この形式のセラピーは以後のフロイトによる 精神分析療法の基礎となったとされている。ブロイヤーは親友であり、協力者でもあったジークムント・フロイトと共に本件を他の奨励と合わせ、1895年にヒステリー研究としてまとめ、出版した。ウィーンの軍医学校でエバルト・ヘリングの下で働き、呼吸と瞑想神経の関わりを示す、最初の研究、報告を行った。これは、 休息時に肺が進展すると肺進展受容器が刺激され、その信号が迷走神経を通って延髄に届くと休息が抑制されるというもので、このメカニズムは強ヘーリングブロイエル反射として知られている。また、三半期間が身体バランスを維持する機能を確定した。ありがとうございます。